良い子のための、ニコニコ楽しい RTA、始まるよ。まずは、おなじみのオープニングです。そして当然、飛ばせません。原作再現だね。と、そんな感じで本作は、NHK が誇る、児童向け番組。お母さんと一緒内の人形劇、ニコニコ、プンのゲーム版です。そしてここは、いつも平和なニコニコ島。物語は、ここから始まる。ポロリ所有の船舶で、のんきに航海していた、3人ですが。なんやかんやで遭難し、孤島に取り残されてしまいます。なんでこのおっさん。この生物は本作のオリキャラで名前をパックンと言います。帰宅の術がない3人に言い渡された救難の条件とは、食料品類の献上でした。たくさん集めて媚びを売らなきゃということで、キャラ選択からタイマー始動です。はい、用意スタート。なお、ゲーム内容は 2D アクション。一見用事には、人厳しげですが。敵に当たっても、ノックバックだけで済むので、難易度は極めて低いです。イチゴは回収。カモメは、敵接触の瞬間左を向き、右方向へノックバック。こうすることで、食らいつつ進めます。ただ、使えるのは1面につき2回で。3回目を食らうと、数秒間気絶し、動けなくなってしまいます。ここは亀に乗ってしとく。一部の敵は、上に乗れます。また、ノックバック後には、少しだけ無敵時間がありますので、後続の敵も、一緒に抜けられます。お得？そんな流れで、面の最後には、パックンが待ち受けており、面ごと固定で指定される食品を、3つ集めて、いないといけません。集めてないと、面の最初に、戻されちゃいます。注意しましょう。しっかり上納できれば、アイキャッチが挟まり、次面へ進行。キャラ選択は、面ごとに行えますが、キャラ差は一切ありません。各自、思い入れのあるキャラで、RTA するといいでしょう。ということで、2面はリンゴ収集。フクロウは反転ぐらいで対処。すると、直後の蛇も避けられお得。前述の通り、2回こっきりですので。使いどころが重要です。この殺意トラップは、強け？こっちの2連フクロウに、最後の一発を使いましょう。ここは、中ジャンプで飛び越せば、うまくフクロウの下を抜けられます。最速で来れば、ゾウさんの待機時間を、最小限に済ませられるはず。目的の食料を4つ以上取得するメリットは特にないようです。取っても取らなくても同じなので、その場のノリで適当にやりましょう。急成長しすぎでは。続く3面は、間違いなく、本作の最難関。集めるのは大根。迎え撃つのは、虫畜生どもです。強敵バッタの回避タイミングが、激烈にシビアです。気合で回避。さらに、この蜂も飛んで回避。反転ぐらいは、後半に温存します。そして、ここが一番の山場。バッタが3連続出現だー。タイミングずらしがいやらしい局面でしたが、無事突破しました。残る敵は、反転ぐらいで、適当に対処。簡単でしたね。あとは、とぼとぼ歩けばゴールです。
そろそろ食われそう。とまあ、割と山場は、越えたわけですが。残りの面が簡単かというと、あんまりそんなことは、ないので。気合を入れて臨みます。あと3ステージ。4面は、全体的に、どうってことないのですが。一箇所、ギリジャンポイントが存在。割とシビアなので、集中しましょう。この像は、現状どうやっても、周期に間に合いません。周期は、前の面で無駄行動をすると、変わるなどしますので、誰か、調査を頑張ってください。ここは、滝の真ん中くらいで、前方へノックバック。すると、2匹目の鳥を、ギリギリすり抜けられます。続いて問題のギリジャンポイント。いいぞこれ。ここのカバも間に合いません。良い調節の発見が、待たれますね。それにしても、男性器みたいなピーマンですね。セミファイナルの5面も、少しテクニカルですが、冷静にやれば問題ありません。まずは、落石注意。ジャンプしてから後ろを向いて、前にノックバックします。さて、集めるのはバナナですが、高いところにばかりあります。仕方がないので、その場ジャンプと、引き返しジャンプで、回収していきます。この坂の上も、ちょっと注意。落石が地面についた瞬間に、大ジャンプ。すると、ちょうど飛び越せます。直後にバナナ3つ目を回収。敵の当たり判定は、印象よりだいぶでかいので、きっちりかわしましょう。残すはラストステージ。ということで、最終面を残すのみとなりましたが、難易度は全面中最低です。気楽にやりましょう。怖い敵、シビアな操作ともにありませんので、ボンミスにだけ気をつけ、きちんと操作しきれば OK。ボスっぽく登場するライオンは、なんだかでかくて、強そうですが、上に乗れるので、ガンスルー可能です。あとは、ひたすら突っかからず、勝つパイナップルを取れるように。あっ、忘れていましたが、ところどころの扉は、中に入ると、楽しいパズルや、ニコニコプンの仲間たちの絵を楽しめます。いいね。スクロール終了でタイマーストップ。7分4秒50。最後の食事を提供いたしまして。あとはエンディングです。育ちすぎでは。よかったね。ということで、くっそたくましくなったパックンに、助けてもらい。ニコニコ島まで、牽引されて、一件落着です。よかったね。と以上、ニコニコプンの、ゲームでした。エンディングが短いので、簡潔に完走した感想を述べますと、ゲームとしては需要に忠実、RTA すると、難しさが割と良い。です。敵に接触しても、ゲームオーバーにはならない本作。クリアは極めて容易で、擦れたゲーマーには、物足りませんが、
小さな子供にとって、初めてクリアしたゲームは、思い出になるものです。ただ、RTA するとなると、シビアな操作が多く、攻略の目的一つで、難易度が急変する面白さがありました。プレイ面では、細かい突っかかりが、各所にあったのと、ゾウとカバの、足止めの乱数調整が、できるかどうか。あとは、細かい対処方針の更新ですね。そのあたりで、タイムが変わりそうです。そういうことなので、各自、お子さんに PC エンジンを買い与えましょう。長時間のご視聴、誠にありがとうございました。